桂ツ城は、品の国派西品軍桂ツにあった、日本の城、山城。戦国時代、北進で最大の勢力を誇った村上氏の居城であった。近辺に、氏族の市場や砦の跡がいくつもある。天文年間、小さ型軍の村上紀力夫は、カイノ国の武田春信が開始した、品の信仰に対抗し、上田原の戦いと、 砥石崩れと二度もの南面からの武田軍の攻撃を破った。しかし、天文二十二年桂尾城は、村上市の背部を支える北に位置する氏族の八代市や、天宮市、塩崎市らが、武田方の真田幸田からの調略により離反し、背後の徳良方面からの攻撃を受けることによって、自落した。乗木与は、それまで、 旧敵の間柄であった高梨氏の仲介を得て、越後国の長尾影虎を頼って落ち延びた。これが12年にわたり5度に及ぶ川中島の戦いのきっかけになった。この年は、桂尾城の裾を荒うち熊川に大洪水があったと伝えられるが戦況にどのような影響があったかは不明である。半月後には、救援を得て、 奪還はするが再びこの城の主として帰り咲くことはなかった。そして、地域の大半の武士は大勢になびいて、村上から武田へ、武田から再び、村上方へ、またもや、武田方へ、そして上杉方へと主を変えることになる。村上の清は、上杉氏から永禄八年に、姫川流域の新越国境を警備する、熱情をあてがわれ、 元気三年に終焉を迎えたとされる。慶長五年関ヶ原へ進軍中の徳川秀忠が、途中の小室城を拠点にして、上田城を攻撃したが、上落命令により撤退した。その後も徳川方の海図上将森忠政は、桂尾城代、井戸上門配下の兵を、桂尾城や、地蔵峠付近において、上田城の動きを監視させていた。 これに対して、上田城から9月18日と23日の2度に、渡って、真田信重が出撃して、夜打ちと朝掛けの攻撃を加えた。記録に残る、この城の最後の戦闘とされているが忠政と、不仲であった上門は門を開いて、真田軍を城内に入れ二の丸まで迫られたという。それまでの間にも、村上市による、この城の脱回戦や真田市による、 上田築城への上杉影勝による県政の拠点でもあったはずだが、それらの際にこの城がどのように使用され改修されたのか、どのような戦況であったかを示す記録は確かめられていない。桂王城の途上グッチ平時の館跡,跡は、現在は満戦寺が建立されている。村上の清の子、村上国清が天正十年、上杉影勝領有の時代。 楓津城の城代を務めた時に建立した。その他、城下には村上憲清の墓がある。伝説では、桂尾城の落城の際、奥方は憲清と別れ、バラバラに落ち延びることになった。千曲川の大岸の力石に渡る際に、奥方は我が身の危険を顧みず、船を出してくれた。船頭の心に打たれ、お礼として神に察していた公害を手渡した。 乗り気を婦人を偲んでそれ以降はその渡し場を、郊外の渡しと呼ばれるようになったとされる。しかし、桂王城の麓の千曲川沿いは高い崖が、連なっていたことから、高崖と言われていたと伝えられる。また、この時代には、外貨の浅瀬を選んで塗装し、船渡しは、まだなかったと考えられる。さらには、女性が髪を高く言うのは、江戸時代になってからのことであり、 この時代の女性が公害を神に刺す生活習慣はなかったとの説があって、公害にこじつけた江戸時代以降の創作と見る向きもある。また結末は、無事に越後に逃げ延びた友敵に発見されて自害した、あるいは敵の手にかかって斬殺されたとも様々に語られている。そして話によっては先導を。 落ちうどの弱みにつけ込み法外な逆手を要求する悪者として描き、奥方はなくなく要求に応じたのだ、とする筋書きもある。この奥方はなお、おふことい,い高梨氏の娘から、村上氏の側室となっていたとされる。角川日本地名大辞典二2長野県。ありがとうございます。